はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はマジバト暗黒美術会ね、先週実はね600位台とかだったので、今週はねもうちょっと頑張れたら頑張りたいなみたいな、ことで、やっていきましょう。どうしよっかな。トグロファミリーいけるかな。真ん中が無難な気もするんだけど、真ん中行こうか。まあ新キャラもねコレクション的な意味でねゲットして使ってみたいっていうところもあるんだけど、まあちょっと霊石足りないので、まあ今んとこはね持ってるやつで戦っていこうと。どうしようかな。デバフ消しとくか、生き残ったし。で、読みのカウンター剥がして突っ込もう。さあ、行け。お、ムクロも発動、ドーン。後列の、後列吹っ飛ばしたから、まあ、十分かな。そして、ショットガン回で前列一掃できない。ちょっと火力がな、足んないな。デバフだらけだけど、まあこれから行こう。おお、随分回復するね。何積んでるんだサポート。あれか、復活でなんか回復するやつか。なんだっけ、あれか、ハロウィンの雪菜かなんかかな。ちょっと持ってないんでちゃんと効果覚えてないんだけど、まあとりあえず1勝目と。次、こんだけこの黒いのなんだ、クワバラか。あ、どっちがいいかな。ちょっとアニジャの復活が鬱陶しい気はする。まあでも行ってみるか。そっか、兄じゃ高烈バージョンか。まあ突っ込んでいいよね。突っ込んでいいよね。いけ、よし。クワバラまで生き返る。ショットガンでサイド粉砕。おお。まあ一応アニジャに備えるか。バリア張って仕切り直し。まあどっちにしろ、そっか、挑発ついてるからターゲット選べないか。おっと、さあ突っ込もう。 OK、 2勝目。さあ次、今度は、トグロファミリー行くか。なんかこうやってさ、ロード画面っていうか、間に入る画面で、ちょっと新キャラの画像を出してくるの、なんか引きたくなるから、ずるいよね。そうか、ロードでキャラが出てくるのは、ガチャを引かせたくする気かっていうね、今気づいたわ。もう突っ込むか。でもムクロがまだ発動してないんだよね、サポート。もう一段階ちょっと、これでもう突っ込んじゃおう。ギャー、いけ、よし、
オッケー、これは勝ち。ただ、ああ、まあ、ショットガンあるから、長引きもしないね。オッケー。これで、3連勝かな？次。これは、76持っていけそうじゃない？持っていけそうだけど、怖いのはこれ。トーヤのこれがちょっと怖いが、まあ、やっぱりね、あのローディング画面新キャラ出るんだね。開幕霊眼は歓迎。サポートのムクロが発動するキーだけに、キーになるからね。で、これが嫌なので、ユウスケ使う前にもう突っ込んじゃおうかな。トーヤ持っていけると思うんだよね。前持っていけなかったけど。うん。オッケー。そして、ちょうど残った3人にショットガン、オッケー。これが理想の勝ち方だよね、このチーム。なかなかいい感じだ。レインボーって名前だけど、別に新鈴木がいるわけじゃない。新鈴木がいるわけじゃないなら、別に、真ん中じゃなくてもいいので、右に行くか。おお、新鈴木はそこで出てくるんだ。相手のしぐれはあれか、初期の方か。よし、これで突っ込もう。いけ！おーし！いい威力。桑原が硬いね、今の。ショットガン耐えるんだ。よし、じゃあこれラストにしましょう。おっと。どっちがいいかな？なんか、75取りに行ってもいい気がする。っていうか、無難に50で行こうとすると逆にこれで事故りそう。ってことで、こっちに行きましょう。魔風感は攻撃パなら怖くない。そしておっと、ちょっとしぐれの火力がありすぎる。これ逆に仕留め損なうとまずいから、一旦バリア張って、全体攻撃でね、ちょっとライゼンにのサポートムクロ発動させてほしいんだよね。あ、そんなバリア張ろうとしたのに、今もう突っ込むしかない。いけ、うわー、みんな耐えんのかよ。あーっと、そうだよね、コエンマが生き返るの。うわー、ちょっと今さらやられたね、最後の最後で。今回グエー、これはダメだ。はい、というわけで今回のね、開幕6戦は、5勝1敗スタートという感じね。まあ、実はね、月曜日やるの忘れてたので、実は、火曜日なんですがこんな感じで今週はスタートですね。まあ、またすぐね X にはいけると思うので、あとはね、順位をどれだけ上げれるかということで、まあ今週もね、やっていこうと思います。じゃあ今回はこれで終わります。ありがとうございました。よいしょ。